さて勝本城を後にして現行の古戦場日の爪城へ行くんだにゃ。バスの時間の都合で約 4km 歩いていくんだにゃ。きちんと歩道の整備された道をテクテク歩いていくと、おやおや、田んぼの隅っこに文英の駅高齢橋と刻まれた石柱を発見。歩きじゃなかったら絶対気がつかなかっただろう。お導きじゃ、お導き。さらに進むと今度は文英の駅東神原古戦場と刻まれた石柱を発見。現行の第1回目文英の駅では、元軍は対馬を襲った後、壱岐の島に北の勝本と西の鵜見から上陸した。当時の壱岐守護大平景隆以下100余騎は海岸で迎え撃ったが、元の大軍に次第に押されて後退し、庄野三郎が城前の東神原で戦ったが敗れ、居城の日の爪城に撤退した。そしてついに全滅するまで激しく戦ったという。悲壮感漂うにゃ。日の爪城跡は現在新城神社となっており、平景隆の墓もここにある。200メートル離れたところには仙人塚もある。仙人塚とは多くの人の遺体を集め埋葬したものだ。元軍の通過した後には戦闘員のみならず島の人々の遺体が累々と横たわることになり、この仙人塚の分布で元軍の進行範囲を知ることができるという。まったくむごいことだにゃ。泣く子を黙らせるのにむくりこくりが来るぞと言って脅す風習ができたくらいだからな。むくりは猛虎、こくりは高麗がなまったものだ。仙人塚からすぐ近くの新城橋バス停から壱岐神社まではバスに乗って移動します。壱岐神社は芦部港の東側に突き出た龍神崎にあり、昭和初期の創立です。パワースポット系の神秘的な神社が多い壱岐の島にあって、新しく綺麗で立派な神社です。周囲は小児公園として整備されていて、小児助時の墓があります。第2回目の現行公安の駅でも壱岐は対馬と同様元軍に蹂躙された。しかし元軍は石追寺を設けるなど防御体制を固めていた
博多湾の上陸に失敗し、鹿の島での戦いにも敗れて、この壱岐の島まで撤退した。それに対して、正仁常介率いる日本軍は、壱岐の島奪還を試み、この瀬戸浦で激戦となった。激戦の結果、元軍は壱岐の島を放棄して撤退し、肥前高島で暴風雨に遭い、壊滅状態になる。正仁常介の三男助時は若干19歳ながら勇敢に戦い、ついに倒れた。壱岐守護代に任命されていたともいい、壱岐防衛戦で戦死したのか、奪還作戦に参加して戦死したのか、詳細は分かっていない。正仁公園には近海から引き上げられた錨石が展示されています。また崎森が使ったのろし台が復元されています。正仁公園の近くにも仙人塚があるんだにゃ。芦目港ターミナル前には正仁助時の像があるんだにゃ。ここから咽頭島でバスで移動して唐津行きのフェリーで帰るんだにゃ。いいところは他にもいっぱいあるけど、とりあえず行きたいところだけ行く福岡から日帰りの急ぎ足の旅でした。とっぷりと日の暮れた唐津東港に着いたところで今回の旅はおしまい。それでは皆さん、良い旅を。